千住七福神とは、東京都足立区千住の七箇所に祀られている七福神の巡礼札所。1993年、地元の商店街などによって、千住七福神が設定された。2006年、七福神のうち、ホテ武、タ樹郎神、福六寿、美車門店の場所が変更された。千住本氷川神社旧社伝線3 0 7年、徳治2年に、 千葉市が牛田に混流し、1910年の荒川放水路建設の際に牛田氷川神社を合資した。祭祀は須佐野尾の村。1970年に社殿が新築され、旧社殿は足立区の文化財として登録されている。大川町氷川神社補定像1293年、創建。境内には補定像のほか、現存する中では都内最古で、 大川富士と呼ばれる富士塚と神杉の石踏みがある。1573年創建。樹老人像が祀られており、ボケ帽子のご利益がある。境内には、環球碑という石碑がある。これは、荒川放水路工事のため立ちの飾る終えなかった、鈴木氏の悲しみを記したものである。旧千住町の創鎮寺は、926年千住の集落に形成され、 伏見稲荷から分霊を勘定、稲荷神社を創立。1051年源義家が欧州征伐の際につも神社に陣営し、戦勝祈願。1279年に市宮氷川神社の分霊を勘定し、氷川神社を創立。ヤワタグの毘沙門天1908年、現在地に白旗ヤワタグの社殿を建て、 氷川神社本社と縁故の深い神を祀った神社として、信仰されている。身受けの時期は不明だが、足立区各地に残る源の寄地か、吉家の欧州討伐の伝説が残っている。白旗八幡宮の由来は、源の吉家が、裸川の渡し場に、白旗を立て戦勝祈願をし、祀られることになったことが由来とされている。稲荷神社、氷川神社、熊野神社の順に、 関東地方では稲荷と名の付く神社が多いとされている。古くからやっちゃばの守り神として数形されてきた。境内には1906年建設の千住主の市場創立330年祭記念碑が建っている。やっちゃばは千住神田、駒込と並ぶ江戸の三大市場であった。その他、巨大な狛犬二体と稲荷会館がある。また、 本堂のかぐら殿裏手に新横庫があり、宮御子や町会新予が収められている。拝殿前には天水草。本神社の鳥居、新予、狛犬、天水草は、やっちゃばの流星と信仰の文化を現在に伝えている貴重な意向である。なお、やっちゃばは、投げ師と呼ばれる農作物を都心の市場へ転売する人たちが、 他の朝一に間に合うように運ぶために午前3時に死が開かれていたと言われている。創建については未詳である。現在鎮座する位置より南東の元宮というところにあったというが、荒廃していた。1598年になって、石出家門両吉種という人物が一帯の開拓を始めた。1616 16年、荒川の水防堤を築く際、 社が包みの位置にかかったため現在の地に遷宮した。その際に社殿を新築し、武蔵区に市宮氷川神社の分霊を受けて一体の陳述とした。境内にあるベザイテン供養更新闘は1689年造流のものである。ベザイテンは音楽、弁舌、知恵、財福などの利益があるとされているが、この更新闘が どのような経緯を経て混流されたのかは不明である。通常の高神塔は本尊として青面混合同時を祀るが、この神社にある高神塔のように別財天を祀る。高神塔は現時点で東京都内でただ一気のみとされる。この高神塔はかつて境内にあった池の中巣に祀られていたが、1957年の拝殿や寝吹き替えや境内整備の際に、 現在の地に潜座した。ありがとうございます。